キャンピングカー生活まであと1ヶ月半です。こんにちは、ご視聴いただきありがとうございます。4月からですねキャンピングカー生活に入るわけですけども、今生活している東京での生活を一度清算かけてですね、北海道に一度移住して約1ヶ月間の改造計画を考えてます。今回の動画なんですけども、久しぶりの投稿になってしまいました。何をしてたかというとですね、実はCGコンピュータグラフィック動画の、勉強をちょっとしてました。で、なんでこの CG 動画を取り入れたかっていうと、まず CG ってこう立体 3D の立体になるので、全ての寸法とかがリアルで見れると、あと、ご視聴していただいている皆様が拝見していただいた時にこうなるべくこう伝わりやすいようにと思って CG 動画の勉強をしまして、なんとかクオリティは低いんですけども、ある程度こう共有できるレベルにはなったかなと思います。で、今回の動画なんですけども、ルーフキャリアをつけようって考えてます。ルーフキャリアって、いわゆるこういう屋根につける、物を置く場所、荷物を結構ここに積んで、移動するのに使うキャリアなんですけど、今僕も妻も、美容師をやってるんですけども、この美容師っていう仕事を全国で展開していってために、訪問美容室っていうのをですね2019年から、手掛けてやってます。で、度にこう訪問美容室っていうのを紐付けてやるっていうのが大きな趣旨でもあるので、そのためにはですね、やっぱ大量の荷物が実はあるんです。その美容手術をやるっていうのに、例えばカットだけ、髪を切るだけだったら、ドライヘアって言って、乾いた髪の状態でも、切ることはできるんですけども、私たちがやるような技術っていうのはしっかり美容室でやるような技術をご自宅でもできるっていうのをコンセプトにしてるので、どうしてもねシャンプー台とか椅子とかですね、専門の、器具を用いてやってます。で、これをキャンピングカーに中に詰め込むと、ほぼ我々の居住スペースがなくなってしまうと。で、これはどうしてもですね、やっぱルーフキャリアしか逃げ道がないのかなと思ってまして、で、これを今回ですね構想をちょっと練りましたので、ぜひ見ていただければなと思います。いろいろ懸念する部分があるんですよ。やっぱり高さの部分とか、重量の部分、ボディの FRP ですよね、強化プラスチックなんですけども、それが耐えうるのか、その重さに対して。で、その辺とかもちょっとある程度ですね、メーカーさんもちょっとお話聞きながら、やってみました。で、それをちょっとですね、ぜひ CG 動画をご覧いただきながら、共有させていただければなと思いますので、よろしくお願いします。キャリーに乗せるためのアイテムたちをちょっと紹介していきます。まずこちらシャンプー台ですね。もう見るからにでかいんですけども、この子がいるおかげで訪問美容のクオリティをですね一気にサロンレベルまで上げるためのアイテムなんで、必ず一緒に同行したいアイテムです。これ大きいんですけども、実は折りたたみにできると、一応このぐらいには畳めます。こんな感じ、続いてはこの椅子ですね。結構しっかりした椅子なんですけど、で、これも折りたたむことができます。一応こういう感じで折りたたむことができます。これを専用カバンに入れて持ち運ぶことができると。で、あとはこちらですね、シャンプー台で使うためのタンクが2つ入ってます。横幅とか結構あるんですよ。で、これもキャリーに積みたいなと思ってます。次こちらですね、ノースのキャリーバッグなんですけど、とにかく美容器具をこの中に入れて持ち運びます。で、最後はこちらです。実はですね、これは美容器具とは全く関係ないアイテムなんですけど、何かっていうとですね、これ実はこうフットドラムなんですけど、で、都内にいるとまず音がでかくて練習できない。旅に出るにあたってはやっぱりいろんな自然の中にいて人のいない環境に行けるんで、やっぱこれを思いっきり叩いて練習したいっていうのと、で、あとやっぱ音楽をやると違う角度から人の出会いが増えていくので、
どうしてもこの音楽っていうものを旅とは絶対にくっつけたいんですよね。なのでやっぱこれは持ってこうかなと思ってます。これら荷物をコンパクトにまとめて、全長が約165センチ、幅が113センチで、高さが40センチですね。で、重さが 54.25kg で、これを、収納できるルーフキャリアをこれから作っていきます。で、まずおさらいとして、僕の車の車幅、まず2000mm、 2メーターですね。で、高さが 2.63m あります。で、全長は 6m18 ですね。で、この下の部分、白い枠で囲った部分、これが今回のルーフキャリアの材料となります。で、いろんなその既製品ももちろんいっぱいあるんですけども、さっきの荷物を載せるだけのルーフキャリアの既製品となるとかなり数がないで、もしあったとしても相当高額だったりして、あとね、めちゃくちゃ重量が重かったりしたんですよ。なのでやっぱ作るしかないなと思って、何で作ろうって考えた時に、やっぱりこのイレクターパイプっていうのが一番いいかなと思いました。イレクターパイプってスチールパイプにプラスチックの膜が張ってるだけのパイプなんですけど、非常に軽量で強度にかなり優れてるみたいなんですよね。太さもね、3種類あって、28π と 32π と 42π、があります。ホームセンターからメーカーさんに聞いていただいたら、僕が考えているそのルーフキャリアで積む重さを考えたら、まあ、一番下の 28mm のもので大丈夫ですっていうことなので、これを元にですね、構想計算してみました。じゃあまずパイプとパイプをつなげるジョイントの部分、これがね、プラスチックとメタル、金属のものがあるんですけど、僕は金属の方を使います。で、価格はちょっと高くて質量も重くなっちゃうんですけど、強度がね、やっぱり全然違うみたいなので金属のものを選びます。で、パイプの部分なんですけども、まずこの60センチのパイプを6本で、90センチのパイプを6本で、30センチのポールに L 字のジョイントが付けたものを4本、さらに120センチと180センチのポールを各2本ずつ用意しました。この板なんですけども、これちょっとね、まだいろいろ模索中なんですけど、イレクターパイプで枠を組んだ後に土台として使う材料です。じゃあこれらをちょっと組んでいくんですけども、イレクターパイプの最大のメリットが本当にね、こう組むのがめちゃくちゃ簡単らしいです。僕もまだ触ってないので何とも言えないんですけど、作ってる方の動画なんかブログなんかを見てると、まあ、素人でも全然できるっていうような感じで書いてあるので、これはすごくいいなと思いましたね。で、まあこういう風に板を下に貼るんですけど、まあ、隙間がかなり空いちゃってるので、この隙間をね、埋めるぐらい板を本当は貼りたいなとは思ってます。で、120と180のパイプを上につなげて、まあ、柵を作るとこんな感じのルーフキャリアが出来上がると。イメージではこういう感じなんですけど、もっと軽量化とかできるんだったらしたいなと考えてます。で、これで総額で 18,000円ぐらいになってくるかなと思いますね。で、重量は 11.8kg、 これが重いのか軽いのかは分からないんですけど、既製品のものに比べるとかなり軽いと思います。で、僕のロデオの場合だと、そのルーフキャリアをつけるスタンドとか、まあ、窓枠とかが外にないんですね。なので、どうしてもですね、ルーフキャリア固定するために打ち付けなきゃいけないんですけども、それをどうしようかなと思っていろいろこれも調べて模索したんですけども、やり方はこんな感じになると思います。で、まずこのパイプスタンドのメタルジョイントを4つ用意して、これをですね、 FRP ボディとくっつけるのにこのリベットっていうものを使おうと思ってます。このリベットって僕も最近初めて知ったんですけど、金属とかプラスチック類を締結するときに優れてるもので、こういうね、専用の器具を使って簡単に扱えるみたい で、強度がかなりしっかりしてるみたいなんですよね。で、この鉄板なのか、ちょっとこれもまた素材にまだ迷ってる最中なんですけども、 FRP の補強として4枚用意しようと考えてます。で、実際にどういう感じで考えているかというと、このパイプジョイントを、まあ、4点ポジションに設置すると。で、この1つに対してリベットを各3つずつ
打ち込もうかなと考えてます。まあ、打ち込む、かしめるっていう言い方をするみたいなんですけども、こういう構想で考えておりますね。はい。で、この下の部分ですよね。こう FRP に打ち込んだ時に下の部分に心もとないので、この鉄板なのか何なのかちょっとわからないですけども、補強素材をここに貼ると。それで、ルーフキャリアを設置しようと考えてます。で、これが今荷物、先ほど紹介した荷物たちなんですけど、まあ寸法通り測ってしっかり収まってくるかなと。上から見てもこのぐらいな感覚なので、実際このサイズ感なんですけど、荷物のところで 650mm、 65cm ですね。で、全体の車高は 3280mm、まあ、3m28 になるのでかなり高くなっちゃうんですよね。で、これがやっぱりちょっと怖いかなと思ってます。今都内なんか走ってると大体 3.8m ぐらいの高架が大体基準みたいなんですけど、田舎とか行って山道とか行くと、トンネルなんかでね、この 3.3m っていう標識が結構あるみたいなんですよね。まあ 3.3m を超えないように考えて構想しました。まあ、あと横風の問題とかもいろいろあると思うんですけど、その辺はまた追っていろいろ考えようかなと思ってます。車高の部分でちょっと気になるんで、なんかいいものないかなと思ったら、このアプリでトラックっていうやつがあるんですけど、で、これ非常に優れてて、どういうものかというとですね、まあ、トラックスポットとかっていろいろあるんですよね。いろんなカテゴリーに分かれてて、例えばこのコンビニとかっていうのを押すと、大型車対応のコンビニを全部周辺で探してくれたりとかするんですよ。で、例えば行き先をこうやって入れますよね。例えば北海道の旭川に行くぞってなってルート検索した時にこうルートが出てくるんですけど、普通のカーナビと違うのは、基本的に自分の車が全部通れるルートを示してくれる。で、無料版と有料版があって、無料版だとね、車長が8メーター、車幅が 2.5メーター、車高が 3.8 メートルっていう車の基準で、で、有料版になってくるとですね、車両データを5台まで登録できて、で、地図表示なんかも、細かく出してくれるみたいですね。音声のナビゲーションもしてくれるので、これでもうバッチリナビしてくれると。大型トラックの運転手さんのために作られたものみたいですね。で、僕たちみたいなこうキャンピングカー乗りもかなり使えるなと思っております。で、僕の車ロデオにはそのリアラダーもないので、このね、モアカールデン、カーデンっていうんですかね、この伸縮性のはしごを買いました。これがね、意外とすごい使いやすくて、車のいろんなとこからこう屋根にアクセスできるので非常に重宝してます。で、このサイドトランクにすっぽり入ってしまうので持ち運びもすごくいいですね。ちょっと重たいのはたまに傷ですけども、割と気に入っております。で、まあ、いろいろ旅をした時にこう、まあ、景色のいい場所なんかに行くと思うんですけど、まあ、そんな時はこう荷物をね、下ろしてこう絶景を、眺望を屋根の上から見たいので、まあ、テラスっぽくもね、できれば、欲を言えばこういう感じの使い方もできればなと思っております。という感じでですね、今回の動画は以上となります。長い間お付き合いいただきありがとうございました。また次回もですね、こんな感じで改造計画の構想をいろいろこう CG を用いながら、表現できればなと思ってますので、またご視聴の方よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。